はい、大みきです。というわけでですね、今回何をしていくかと言いますと、こちらでございます。どんはい。本日ですね、こちら、ケキの奇跡アクリルチャームクリスマス衣装バージョンを開封していきたいと思います。はい、というわけでですね、こちら僕あのー、発売されることを今日知りまして、さっきツイッターで見て、ええー、と思って、で、急いでですね、ローソンに行って買ってきたんで、ちょっとね、今日はこれを、僕を買ってきたんで開封していきたいと思います。さあ、それでは早速やっていきましょう。 えちなみにですね、こちら夏に発売されたローソン衣装のアクリルチャームなんですよ。で、これね、あの、実は視聴者さんからどっちもデザインだったんですけど、めちゃくちゃね、可愛いデザインになっておりますので、今回もね、出来の方はめちゃくちゃ期待しております。はい、というわけで、もう今回ね、5個あるんで、早速で、ね、ポンポン開けていこうと思います。でですね、まず、えっ、ー、と、外、こんな感じでございます。はい、欅の利きア,アクリルチャーム。こちら600円税抜きですね、648円税込みになっております。で、手ちがいまして、これね、わかんないんだよね。真ん中寝るかな真ん中寝るで、 えっと、これがユッカだと思うの。はい。というわけでですね。ちょっと、わかりにくいんですけれども、なんとかを今回は当てていこうと思います。じゃあちょっとね、1個目早速開けていきましょう。よいしょ。はい。じゃあ行きまーす。ほい。じゃあ行きますよ。まず、パッと見で漢字がひらがなかわかりますからね。行きますよ。せーの、ドンおひらがなだひらがなの、えっとね、<laughs> うーんと、多分、クミ。多分、佐々木クミです。 はい。こんな感じ。合ってるよね。もしもし間違ってたらちょっとコメントください。多分、佐々木組です。はい。こんな感じでございます。で、えっと、ひらがなの方が、衣装が緑なんですね。はい。こんな感じです。さあ、こんな感じでちょっとポンポン開封していきますし、あのね、リアクションがね、取りづらい。わかんないの、メンバー、本当とに。これ <laughs>。じゃあ、ちょっと2個目いきましょう。よいしょ。さあ、えっと、漢字も出したいね。ひらがなと漢字、なんかいい感じにばらけてほしいんですけど。はい。では。 2個目いきますせーのどんお感漢字だ。えー、っと、これは、あ、でも、パッケージに写ってる子だよね、多分ね。だよね。これですよね。この子ですよね。これは誰、誰 <laughs> えっと、もうごめん間違ってたら、ほんとごめん。えっと、リサっぽい。リサっぽいけど、えっと、もし間違ってたら、コメントください。ごめんなさい。 はい、こんな感じでございます。うわあ、リアクション取りづらい。<laughs> すごくわかんない。でも、なんかちょっとリサっぽさあるな、今の。はい、じゃあ次3個目いきたいと思います。よいしょ。いきますよ。いきますよ。せーのどんお、感じだな。お、しかも、これさっきのユッカーじゃないお、ユッカーっぽいですね。これい,いでしょこれだと結構わり、わかりやすいかな多分、ユッカーです。 はい。こんな感じです。はいはいはい。多分これよくかだと思う。多分 <laughs> えっと、先ほど思いました。間違ってたらコメントをください。はい。じゃあ、あと2つですね。とおしめんのマナモとかナッチョが欲しいな。はい。では、4個目いきたいと思います。あー、4個目いきたいと思います。よいしょ。いきます。せーの。ほいお、また感じですね。ん <laughs> えっと。 ええー、ちょっと待ってな。これは真偽です。これ真偽ですね。えっと、4個目皆さん、分かったらコメントください。今んとこ僕ね、このメンバーを、この子って当てる自信がないです。ハブちゃんに見えるけど、どうだろうなんか違う気もするな。ちょっと皆さん、あのー、分かったら、分かった方コメントお願いします。ハブちゃんに見えるけど、4個目、ちょっと不安です。 はい。というわけで、ちょっと、じゃあ最後になりました。あと1個ぐらいちょっとひらがな出したいな漢字、まんとこオンリーなのでね。よいしょ。あ,あ、なかなか <laughs>、うまく <laughs>、うまく飽きませんね。ああ、よいしょ。それでは、最後行きましょう。個人的にはちょっとね、やっぱひらがな一つぐらい欲しいですね。あと1個。では行きます。せーの、どっおあれこれはもしかして、お寿司か ない金村美だと思いますこれはもうう金村美でしょうはい。というわけでですね、最後、金村美くが出ました。これ嬉しいですね。実はですね、僕、以前のローソン衣装のやつでもですね、金村美く当ててまして、はい。実はこれなんですよ。ちょっとね、ここのキーホルダー壊れちゃったんだけど、はい。お寿司ちゃんが、これこんな感じなんですよ。だから多分ね、比較しても、同じ人です。これはね。はい。お寿司ちゃんでございまして、ポーズも違うので、今回結構新規造形ですね。はい。 ああ、こんな感じでございます。ちょっとね、お寿司ちゃんにはなかなか縁がありますね。こう見るとね。はい。というわけで、39種類あるんで、なかなかおしめとか当たんないと思うんですけれども、こんな感じでね、すごく買ってみました。で、と僕ローソンで買ったんですけど、中に、ね、ネットでも買えるっぽいので、で皆さんぜひ買ってみてください。はい。というわけでですね、皆さんもうちょっと、 急いで、ローソンに行ってみてください。だけど、ローソンだとね、結構、あの、入荷個数が少ないので、早めに行かないと売り切れちゃう可能性がございます。はい。というわけで、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。大みきでした。バイバイ。